北海道白尾郡の一白尾郡は、北海道胆振総合振興局の郡、人口16,175人、面積425.64桂平方メートル、人口密度38人、桂平方メートル。以下の一丁を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、軍域は上記一丁のまま変更されていない。 江戸時代の白追郡域は東江戸地に属し、正木藩によって白追場所とあよろ場所が開かれていた。幕名により、近藤十三が江戸地調査をした再秘書役として、江戸路不動探検に同行した木村賢治の江戸日記にも記されていることから完成10年には、白追八幡神社の前身である弁天社が存在していたことがわかる。陸上交通は、 都東国の函館を起点と指導党や、千島国方面に至る陸路が、東西に通じていた。江戸時代後期、国防のため、完成11年白老井軍役は天領とされたが、文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、仙台藩が白老井に陣屋を築き敬語を行い、同6年以降6半分量に伴い、仙台藩領となっていた。 万円元年8月、本田は家の人を誕生し、別在天社は白井八幡神社と称するようになる。母親戦争終結直後の1869年8月15日、大法律令の国軍里政を踏襲して、白井軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事の白井軍の町村。ありがとうございます。